1分でわかる歯磨きの基本、磨き方のポイント編。歯ブラシは細かく動かしやすく、磨く力も調整しやすいペングリップで持つのがおすすめです。歯磨きの際は毛先を歯垢がたまりやすい歯と歯茎の境目に当てます。そして歯ブラシを小刻みに動かして1本から2本ずつ歯を磨きます。この時毛先が潰れない程度の力で磨きましょう。歯ブラシは大きく動かしていると歯の凹凸に沿わず、細かい部分の歯垢が落とせません。細かく動かすことで毛先が歯の凹凸にフィットし、より磨き残しやすい部分の歯垢を落とせます。一筆書きで磨くと磨き忘れが少なくなりますよ。正しい歯磨きでいつまでも健康な歯を守りましょう。